よかったです、はい、さあ今回はですねちょっといつもと趣向を変えましてね、まあ、最近皆さんどうなんかなと、最近どうなんか、うん、例えばこんな映画見たよとか緊急報告みたいなちょっとしてもらってね、うん、どんな感じで過ごしてるのかなみたいなのをちょっと話聞こうかなと思ってるんですけども、最近なんか映画、まあ、例えば舞台、まあ、皆さんねお芝居、お女優さん目指してるわけですから何か影響を受けたものとか何かあります？リアルなんかこれ私さっきのね質問じゃ、さっき言ったあれ逆個人面談でね七瀬が言ってましたけど、何を見て役者で目指したんですかとかありましたけど、ね、あはい、それだったらあります、うん、最近、まあ、10月から米倉涼子さんのドラマが始まるに先立てて、まあ、ドクター X の、はい、再放送やってるんですけど、はいすね、はいはい、それを見てやっぱ女優になろうっていう決断をしたので、やっぱ初心を思い出すっていうか、再放送見て違うドクター X を見てた時期に女優になりたいなって思ったから、それをまたリアルタイムで見て、リアルタイム見て女優さんになるぞと、そうそうってなって、うん、でそれで、まあ、まあこうやって事務所とか養成所とか入って、うん、でまた再放送をやってて改めて私はここなんだろ、ああやっぱいいなって目指すぞここをと改めて思ったと思うように、ああいいですね、そういう話聞きたい、まだ最終回見てないんですけどちょっとそういう話聞かせて、ちょっとおじさんにおじさん聞かせてよ、そうやっぱ思いますね。どうですか、でもドクター X って、まあ、いっぱい何期何期ってあるんですけど、私はなろうと思ったら第2期の時期なんです、はい、髪がこれぐらいの時で、うん、なんですけど今やってるのが第3とか4とかなんで、うん、ちょっと過ぎてるんですよ、ね、あ好きじゃない好きですよでもそれ見てこう女優さんになろうと思ってるでしょ、やっぱいい、で日頃だから皆さんなんかこう女優さんこの仕事にね、そんなになんか準備してることとかあります？また女優さんのためになんか日々勉強してることなんかありますか？最近は、うん、もうちゃんと自分が来るのに見て、それ見て何をするの？ん？ただ見てるだけ。何をするの？その見てどうするの？私あの中学生日記あるじゃないですか、はいはいはい、中学生日記に出てる女の子の友達なんですよ、クラスの女の子なんです、うん、へあれ愛知製作だよね、中学生日記って、ね、あそうですね、そうだね、うん、で同じクラスの子で、その子すごい 見るんです、なんか、うん、こう普段とどんだけ違うのかってすごい気になってたんです、なるほど、普段学校での姿とどんだけ違うんだろうなって思ったら、うんうん、めっちゃ一緒一緒だーと思って、でもたまたまその役にね、すごいなと思って、めっちゃ合ってて、あったんだろうね、まあ、それは多分やってても楽しいかもしれない、楽かもしれない、うん、そうなんですよ、うん、すごいなと思って、なんかこうほらみんなオーディションとかも行ってるわけでしょ、なんかこうなかなかこうオーディションまでね行きゃ必ず通るってわけじゃないじゃない、うん、なんかこう悩んでることとかうまくいかねえなっていう、なんかもう緊張しすぎちゃうことですよね、あ確かにそれは緊張しすぎちゃうんだ、しすぎちゃうとどういうなんもうゲロ吐いちゃうのじゃあもうだから多分一般的な緊張と一緒ですよ、そのオーディションに対する、うん、もう例えばだから緊張もさ、その初めて会うから緊張ってのもあるし、そのお芝居さんどういったことに緊張してんのか、うん、まあ、セリフ飛んだらどうしよう、でも根本的なところがですよ、もうセリフ飛んだらもうダメなんじゃないかって勝手に思っちゃうっていうところと、はははもうここで詰まったらとかって思うじゃないですか、ははなんで、はいはいはい、そのセリフ言おうっていう方に体が持ってかれちゃうんで、もう役に入れなくて終わった時にはやらかしたって思うんですよね、あでも結構じゃあそういうのが最近続いてるのかな、そうですね、あ切れてる切れてます、体だけで切れてます、なるほどね、じゃあどっちかというと緊張というかもう話聞いてると脅迫観念だよね、なんかね、俺がこうしちゃったらどうしようとか、なんかどうしようどうしように追われてますね、なんかね、そんな感じだね、皆さんそういうのはありますか、そういうのあったんですけど、最近はなんかもう考えて、うん、どうしようってならないようにちゃんと詰めていく、詰めて、例えば準備なんか、じゃあオーディションこういうのがありますとね、あの女教師役がありますと言われた場合どういったことを準備していくんですか、あなたのやつなりに、そっか、どういったことを、うん、どうやって詰めていくの、
どうやって詰めていく、うん、学校の先生を見る。あでもいいことだと思いますよ。学校の先生を思い出したりとか、例えば誰かがその台本を読んでどういうシーンなのかをまず、うん、読んでまず想像して、うん、そう一個ずつちゃんと確実にして、うん、これで大丈夫だと思って行かないと、うん、本当に死にそうになる。でも緊張するっていうのはもう織り込み済みで行くってことね。そうで準備をしてもう大丈夫、もう、まあ、開き直る、開き直る、こういう意見もございます。開き直る、はい、なんかもうその準備が大丈夫だと思って行って落ちたら、うん、なんかもうあ今回は合わなかったんだなポジティブ今回は合わない、仕方ないなっていう、会う子がいたんだなって。だから最近、まあ、最近じゃないんですけど、うん、まあ、この前とかはそのね中津さんからまあ最後まで残ったんですけどみたいなのは、うん、まあちょく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 来るように最後まで残ったんだけど、まあ多分それがもうだんだん実を結んできたのかもしれないもんね、準備してるのはね。横井なんかどうですか、どういう、まあ、緊張はやっぱします？緊張はします、うん、あの自分もピアノを習ってたので、はい、発表会とか あって人前でやることはちょっと慣れてたのかな。じゃあ、まあ、慣れてたのかな、少しは、うん、でもやっぱり同じように失敗したらどうしようどうしようとかですっごい前ってこうズンって気持ちが落ちちゃうんですけど、そういう時こそなんか周り見てる人を他のものに例えて野菜とかが見てるっていう、そうやってこう安心するんで、結構古い習慣だよね。先生がそう教えてくれたので、そう教えて。みんなかぼちゃだと思いなさいとか言うと。で、じゃがいも、じゃがいも。やっぱたくさん練習したらちゃんと手が動くから、うん、同じようにそういう演技も、うん、あのしっかりセリフ覚えて自分を信じてやる。それですね。なるほど。緊張は、まあ、します。まあそうだよね。織り込み済みでね、行かないとね、はい、うん。でもやっぱなんかもうオーディション行っても、うん、そのなんか受け入れてもらおうってこびないようにしようかなと。ちょっと待って。なんて言うんですか。その受け入れてほしいなって思うじゃないですか。そりゃオーディションですから。うん、要はだから受かりたいなっていうことでしょ。受かりたいなって。うんうんうん、受け入れたい、受け入れその監督さんとかにも、うん、はいはい、認めてもらいたいなと、認めてもらいたいなっていうのが裏目に出すぎちゃうから、うん、その認めてもらいたい、受け入れてもらいたいっていうのをなんかこう、うん、軸に考えるよりは、うん、そのなんていうんですか、自分をちゃんと出す方がいいのかなって最近ちょっと考えます。塩梅がね、なんか私もこの前っていうか、そうオーディション一緒だった人がすっごかったです。強烈でした。なんかもうこのなんかその作品の、まあ、第2弾みたいな感じのオーディションだったんですけど、うん、が第1弾が本当に好きでみたいな、あすごい言ってて、アピールがね、すごい言ってて、もうその漫画の中だったらもう一番っていうぐらい好きでみたいに言ってて、いいよね、ちょっと引きました引いちゃダメ、ね、本当かよと絶対嘘だろと。でもその子はきっとその考えた上できっとそういうのがアピールの仕方だからね、うん、あんまりやつやっぱ嘘っぽーってなっちゃうのかな、まあ、それだけみんな本当に必死ですよね、うん、みんな必死です、ね、必死だよ。だって一個の役に対してもうね何百人と来るわけだから、それはそうですよ。岩戸は何かあります？そんな緊張してる、オーディションの時に緊張しちゃうなとか、悩んでることあるんですみたいなのあります？最近オーディションに行ってないから分かんないじゃあ、まあ、あと冠婚金でもね、うん、初めてはああいうグローブ座みたいな大きな舞台に立ったわけじゃないですか、うん、あの中でやっぱ緊張はしました。すっごいしました、うん、でなんか年がすごい皆さん上だったじゃないですか。じじばっかだからね言い方はオブラートに必要なのに男性キャストの平均年齢50平子さんよりそうだよ。そうだったから、そういう方の中にいるっていうやっぱ経験が今までなかったから、うん、なんだろう どうやってこうなんかなんだろう舞台を皆さんと一緒に作っていくっていう位置になれればいいのかなっていうのもずっと悩んでましたね。へえ、うん、あそう、緊張とかなんかお客様の前に出るっていう緊張はそこまでなかったです、うん、出ちゃえば出る前はあったけど、稽古の方が結構緊張した感じ。緊張した、うん、ああそうなんだ、うん、発信してもらえればと思います。そうですね、ということで今回は皆さん最近どうって感じでございました。すみません、はい、バイバーイ。